昭和40年台風第29号は1965年10月に発生した台風である。マリアナ海南を起こしたことで知られる。進路図10月2日3時、エニウェトク島の西南再海上に弱い熱帯低気圧が発生、西北西に進んで10月4日15時に北緯12度7部、東経151度2部で台風29号となった。 その後はあまり発達することなく、西寄りに進んでいたが、10月6日、マリアナ諸島中部付近に達した頃から急速に発達し始めた。すなわち、6日3時には、中心気圧970ミリバール、中心付近の最大風速秒速30メートルであった、ものが7日3時には914ミリバールまで発達し、最大風速も秒速70メートルに達して、 最盛期を迎えている。同時に進路を西寄りから北に急転し、マリアナ諸島に沿って北上を始めた。その後29号は次第に衰弱し、速度を上げて関東の南東海上から三陸沖を通過10月10日くに北海道の遥か東海上北緯43度3部、東経155度5部で980ミリバールで温帯低気圧に変わった。 この台風はマリアナ諸島で北に進路を変えてからはほぼそのまま北上し明瞭な天候点は見られなかった。日本本土からははるかに離れた海上を通過したので陸上での被害は報告されていないがマリアナ諸島で日本漁船が遭難して多数の犠牲者が出た。詳細はマリアナ海域漁船集団遭難事件を参照10月7日マリアナ諸島で漁業を行っていた。 日本のカツオ漁船とマグロ漁船の7隻が気象情報に反して進んできた台風第29号に巻き込まれる海難事故が発生した。台風は当初の気象情報ではアグリハン島から離れた海域を通過すると予想されており、遭難した漁船7隻はアグリハン島の西沖に停泊して台風の通過を待っていたが、 台風は急発達しながら10月7日朝にアグリ半島に接近、通過したので、秒速70メートル前後の暴風は、東から南を経て、西に急変し、停泊していた漁船7隻は、台風の暴風にまともにさらされた上、風向の急変によって生じた、激しい三角波を伴う巨浪を受け、1隻は沈没し、1隻は、島に打ち上げられ、大破、5隻は、 行方不明となった。台風通過後の捜索で3名が救助されたが、死者、行方不明209名を出す、第3次となって、当時の日本社会に衝撃を与えた。ありがとうございます。